どうもご無沙汰してます、高田真です。はい、今日はね、美味しいですよ、弁当。もう香りがべったら漬け、べったら漬けと白飯で、その上に今日はスーパー庄司、はい、今白木店に来ましたけど、これサバ生姜煮1キュッパでございます。一切れ。これを乗せていただきます。ちょっと待ってね。調理するんで。よいしょ。もう、サバのタレもかけて。はい。完成。サバ味噌煮。べったら漬物弁当です。はい、今日はこれいただきます。いただきます。骨ある？あるね、骨。うまっ。うん、うま、生姜。このタレが染みたご飯。べったら漬けがね、あと15切れぐらい入ってます。うん、うまっ。骨ないじゃん。うん、骨ほとんどないよ。うまっ。ご飯の上にのせて食べたいよね。おい、盛り上がれ。うん、やっぱべったら漬けが一番好きだわ。うまい。うん、
うん、いやタレがねちょっと残ってるよ。うん、あーうまかったねこれは。やばい、過去一が出たかもしれん。過去一番うまかったかも。うん、やっぱ白いご飯とべったら漬け最高じゃね。もうこれは反則じゃわ。そしてサバ、生姜味噌、生姜味噌っていうのがいいよね。生姜味噌じゃないか、生姜煮か。ね、甘辛いタレでね、煮つけてあって。また食いたいね、このパターンは。やっぱ白いご飯をたくさん持ってこれるっていうのが、いいですね。うん。はい。ということで今日は、べったら漬けとサバ、スーパー庄司で、サバ買って食べました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。